今回は冬休みを最大限に生かすために目標の立て方をやっていくんですが、どちらかというと目標の立て方を説明するというより、この動画を見ながら皆さんに目標を立ててもらいます。実践型の動画にしていきますので、ぜひねペンと裏紙でも構わないので紙を用意してね、この後見てもらえたらと思います。改めましてどうもハイチです。さあ今日は12月17日ということで、1週間後にクリスマスがね来ますね。皆さんの元にはサンタさんやってきますでしょうか。で、冬休みも始まってきますので、ぜひね、特に受験生なんかは絶対にポカできない冬がやってくるわけです。もちろん1年生2年生もね、宿題に追われたりとかできる方は復習したりとかしてほしいとこなんですが、主に受験生向けにこの冬の生かし方をねやっていこうと思います。まず実践に入る前に、簡単に目標の立て方の概要として一つ大きなポイントを覚えておいてください。目標っていうのは短期目標、中期目標、長期目標という種類があって、長期、遠い期間ね、1年後とか、そこまでいかなくてもね、1ヶ月後、半年後でもいいんですが、長めの目標が長期目標です。で、まずそこから決めます。そこを決めた上で中期目標、もっと短い短期目標を立てていくんです。つまり、ゴールって言い方はあれですけど、長期目標は1個ゴールだとした時にチェックポイントを自分で立てていくイメージ、こうやって目標は作っていきます。ではここから実際にね、ペンを使ってやっていこうと思うんですけど、まず今回の長期目標のゴールは、そんな長期ではないんですけど、冬休みのというテーマでやっているので、大体の方が1月8日に冬休みが終わると思いますので、1月8日にこうなってたいっていうのを1個決めていきます。ただし今回この動画では1科目に絞らせてください。大体の方がね、いろんな科目をやらなきゃいけないっていう状況だとは思うんですけど、一番力を入れたい科目、一番伸ばしたいとこの冬休みに思ってる科目、皆さん1科目決めていただいて、1月8日にこうなってたい、例えば過去問を何回やるでも構わないですし、例えば英単語をやりたい方はここまでに英単語をいくつ覚える、何ページやる、ワークを何ページやる、皆さんに任せます。1月8日終わった時点でこれだけの量を覚えるとか問題をやるっていうのをまず決めましょう。次に今決めたものありましたよね。そっから量を減らさせてもらいます。だいたい3割ぐらい削ってください。これはだいたいで構わないです。つまり、英単語をね、じゃあ300個覚えようと思った方は7割って210個なので、200個とか230個とかでも前後しちゃって構わないので、量を少し減らしましょう。そしたらですね、次は中期目標です。だいたい冬休みのど真ん中はだいたい年明けですね。12月31日、つまり1月1日、元旦になるまでに、その目標、ゴールがここまでという一応決めたので、それをやるためにちょうど半分の中間地点で、ここまで終わってなきゃいけないよっていうのを決めましょう。それが決まりましたら、次はですね、初日ですね。だいたい12月24日ぐらいかなと思います。前後した方は自分の冬休みに合わせてください。冬休みのスタート日に何ページ、もしくは何単語、わからないですけど、その中期目標、中間地点ね。そこを達成するために、まず初日にいくつやんなきゃいけないかを決めます。そして初日が終わったら、今回は初日、2日目、3日目。つまり24日が冬休みの初日の方は24、25、26の3日分やるページ、やる単語数をまずそこに書いてみてください。ここで一つポイントがあるんですけど、今回途中でも話したように、みんなが一番力入れたい科目をピックアップさせてもらいましたが、1科目じゃないですよね。皆さん他の科目もやらなきゃっていう科目あると思います。それで今度は同じように2科目目、3科目目っていう風に同じように目標を立てます。長期目標を立てて3割ぐらい削って、中間地点、初日みたいな感じで決めていくんですね。その時に前の科目を決めていく、2科目目、3科目目って科目数が後に行けば行くほど、前の科目との兼ね合いで、いや前の科目でこんだけ入れちゃったから、この科目こんなにできるかなみたいな調整が必要になります。でそれは微調整します。でここでもう一個のポイントが、最初に長期目標を決めた時に3割削りました。これはですね、後から科目を足した時に多く見積もりすぎると科目が入らなくなります。後の科目が、っていうのがまず1個。そして2つ目がですね、初日勉強しますよね、2日目勉強しますよね、
計画は基本的に崩れるものです。うまくいきません。うまくいかないってなるとどうなるかって、例えば1日目、まあ大体いけるんですよ。初日は2日目で3日目ぐらいから若干他のね、まあ、イレギュラーなさ、もともとなかった用事が入っちゃって勉強時間が物理的に取れないとか出てくる。特に年末年始はみんなじゃなくて家族がね、まあ、バタバタするし、今日出かけるのみたいなことも起こるので、予定してたものができなかったりするんですよ。そうするとそれどこに来るかって、その後にツケが回ってくるわけです。つまり多く見積もってもうパンパンな状態にしてったら、あ、前からねこう付け足されたものが入らなくなっちゃう。だからちょっと余裕を持たせます。そして最後にその3割削った一番大事なポイントとしては、計画はさっきも言ったように崩れます。崩れていいんです。1日単位で見た時に、うわ今日うまくいかなかったっていうのはそんなへこまなくていいんです。へこまなくていいんですけど、長期目標、つまり今回でいう1月8日のゴール、ここは絶対に達成するんです。これは絶対なの、ルールとして。だから最初にゴールのハードルを下げておく。それはみんな甘えじゃないの。ちゃんと計画をやりきるために、後からね、あ、これうまくいかなかったからもう一回復習しなきゃとか足されるから、どん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 増えていくから、その3割分の余暇を持たせることによって、そこにそう当てて、でちゃんと1月8日のゴールを達成する。それが受験本番の自信にもなるし、確実な力にもなる。あー、うまくいかなかったっていう、そんなんいらないの。ちゃんとやりきったって、やった量なんて周りと比べるもんじゃないんだから、みんな自身がちゃんと決めたことをやりきることが何よりも大事だから、目標はぜひそういうふうに立てていってください。